よし、行きますか。しょー。即位しました。皆様、おはようございます。ルミナスタジオブレイクスルーエイステルナリじゃねえんだな、これが。ルミナスタジオバーチャルクリエイターテルナリ光陽です。すいません、シートベルトするの忘れてました。前回のルミナスダイアリーシリーズ本編で申し上げました通り、7年前、2011年の映像データがね、吹っ飛んでしまったということでございまして、なんとこれよりルミナスタジオ改めて夏の洞爺湖の収録に参ります。今はね、パイロットフライの H245 っていうのがありますからね、いい機材で撮影できますよ。それだけじゃなくてね、フォトグラメトリもね、安定して撮影できるんじゃないかなとは思います。峠を越えて肝別に入った時に気をつけていただきたいのが、ほらご覧ください、見えるかな、そうオービスがあるんです。このオービスの攻撃に引っかからないようにね、注意して行く必要があるわけです。カメラは正面ですってなるとすげえな。通過します。オッケーです。ね、皆様もね、北海道の道路ってスピード出やすいですから気をつけてくださいね。交通安全、速度注意。で、これ右手にあるのがルスリゾートでございます。結構ね、いいホテルなんだよ。古いけどいいホテルなんですよ。さあ、ルッツ村を抜けていきます。曇ってんな。雨降んなきゃいいんだけどさ、雨は降んなきゃいい。こういう天気だったらフォトグラメトリもしやすいらしい。おっと、踏み込んじゃったいや、リモコンをちょっと落としちゃった。アブタ洞爺湖インター右に曲がると、そう、ここってもう海が近いんでね、道央自動車道が近いんですよ。だから高速道路から来てもいいんですけども、まあ、高速だとね、遠回りな上にお金かかりますからね。そろそろね、温泉街が見えてくる頃だとは思うんだけど、洞爺湖温泉でございます。あれだ、まだ先だ。もうちょっと走るんじゃよ。午後0時です。あら、0時になっちゃった。アラームなっちゃった。アラームっていうかサイレンになるよね。残念ながら今回はね、サイレンネタは取れなかったですね。トマムだ。トマム行くときはサイレンネタ取れたんですけどもね。洞爺湖畔、こっちだ。Welcome to Lake 洞爺 Spa。
か、ここだ。さあ、到着でございます。洞爺湖町洞爺湖温泉でございます。温泉の詳細についてはね、この後いろいろとご紹介いたしましょう。ヒュー、いやー、いいね、ゲティでございます。この一番奥に止めよう。